鍋を熱して油を垂らします。刻んだニンニクと生姜を入れて炒めてまいります。香りが立ったら刻んだ長ネギを入れて炒めてまいります。こんな感じですね。ひき肉を入れて炒めてまいります。日本酒、醤油を入れて軽く煮詰めてまいります。はい、完成です。